青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆様お元気でしたか？料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千明です。さて始まりました、愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラーの青木由美さんが婚活ワンポイントアドバイス、簡単レシピ、最新便利調理器具情報など、完全女子目線のトレンド情報満載な番組となっております。この番組を通して料理、婚活、女性らしく生きるヒントみたいなものをお届けできたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それではまずは青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。そして私、佐々木千明と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり、佐藤製薬様、リゾン様、他 CM などにも出演させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで、言霊アラカルトやファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。こんな2人で楽しくですね、はい、皆さんに料理、婚活などについてお伝えしていきたいと思っております。ランクザ調理器具、このコーナーは各種通販サイトを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介をいただくコーナーです。今回のテーマは、はい、今注目のおしゃれキャンプで役立つ調理器具です。 おしゃれキャンプ、いいですね。なんかバーベキューとかキャンプっていうと大人数のイメージあると思うんですけれども、はい、今回ご紹介していくのは、少人数でも女性でも楽におしゃれにできる商品を紹介していきま す。まず3位、はい、ロッチさんのスキレットという鉄のフライパンです、ね、あのご存知の方ももしかしたら多いんじゃないかなと思うんですけど、あれですよね、小さめの、はい、そう、ね、分厚い鉄のフライパンですね、はい、こちらはサイズによってお値段違いますので、はい、ホームページをご覧ください。はい、スキレットって鉄なのでね、あの最初ってどうしても空焼きとかお手入れ必要なんですけれども、ロッチさんのはねすぐ使えるようになってるので、はい、初心者でも取り扱いやすいので、そうなんですね、こちらおすすめです。そして第2位、はい、コールマンさんのバーベキューバケットというですね、バケツ型のバーベキューコンロなんです。へー、こちらは量販店サイトで4104円で販売しています。バケツ型って不思議ですよね。不思議ですね、ちょっと、ね、すごく不思議でした今。これ 2,3 人用で、はい、あのピンクとかスカイブルーとかもう本当可愛い一般的なバケツ型になっているので、はい、まあ、女性がねちょっと持ってても可愛らしいなという商品ですね。そして第1位、はい、バーグホフさんのテーブルバーベキューという商品です。テーブルバーベキュー、こちらですね、はい、卓上に置けるバーベキューコンロなんですね。なるほど、ちっちゃいんですよ。こちらは大手量販店サイトさんで 29,307 円で販売しています。それはね、グッドデザイン賞ももらっている商品のよう でやっぱりマンションのねシンクでも普通に洗えるというのがおすすめのポイントになります。そうですよね、なかなかこうバーベキューっていろいろ調理器具あったりするので、最後の片付けまでね、はい、そうなんですね。すごくこう、まあ、ちょっとバーベキューやりたいなとかキャンプやりたいなって思っててもなかなかこういう用具というところで、ね、うん、揃えるのが ね持っていくのも大変、そんなイメージがありましたけれども、コンパクトに、ね、持って歩けるなというところと、あとキャンプといったらですね、もう本当に、ね、皆さんでこう楽しみながら婚活もできちゃいますし、そうですね、はい、あとお料理もね、この残り物でこんなのが作れたんだよってね、うん、紹介できますからね。できますもんね。一品持ち寄りなんていうのもいいですしね。そうですね、すごいチャンスの場だなというふうに思いましたね。いやー、もう今回もね本当に
なかなか私はバーベキューは行ったことがあんまりないんですけれども、そうだったんですね、はい、ちょっといろんな調理器具があるんだなということを今日教えていただきまして、この機会に今年はちょっと外に出てみようかなといい、ね、感じました。はい、ありがとうございます。以上、ランクザ調理器具のコーナーでした。弓的ゴールデンレシピのコーナー。さて、続いてのコーナーは弓的ゴールデンレシピのコーナーです。このコーナーはまずゲストの方にお答えいただいたアンケートをもとに、青木由美さんに世界に一つだけのオリジナルメニューを作成していただきます。そして気に入っていただいた、一品につきましては、さらなるヒアリングなどでゴールデンレシピを完成させ、実際に作る際のワンポイントアドバイスまでしちゃおうというコーナーです。皆さんも大切な人にゴールデンレシピを送るきっかけや参考にしていただければ嬉しいです。それでは皆さん、お待たせいたしました。今回令和最初の記念すべきスペシャルゲストは音楽プロデューサーの春さんです。どうも、はじめまして、音楽プロデューサーの春と申します。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は、ね、お会いできるのとても楽しみにしてました。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、はい、とても、ね、緊張してるんですが、そうなんですか、嬉しい気持ちでいっぱいです。いえいえ、とんでもないです、はいはい、それではですね、皆さんご存知とは思いますが、まずは春さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。春さんは1996年、佐藤敦史さんと梅崎俊晴さんによって春を結成されました。1999年から浜崎あゆみさんを中心に、ABEX に所属するアーティストの楽曲に多く携わられるようになられ、2000年、ABEX からデビューされました。2002年、浜崎あゆみさんのフリー&イージーで第44回日本レコード大賞の編曲賞を受賞されました。また、上戸彩さん、タッキーやの翼さんなどの楽曲にも携わられるようになられ、2003年には浜崎あゆみさんの No Way To Say で第45回日本レコード大賞の最優秀編曲賞を受賞されました。そして2007年には映画プライドインブルーの劇中音楽を手掛けるとともに、2010年第52回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞された近藤真彦さんの心ザンバラの作曲編曲を手掛けられるなど、本当に我々が知っている数多くのいわゆる J-POP の作品を世に出していらっしゃいます。そして現在もですね、数多くのアーティストプロデュースやライブなど手掛けていらっしゃいます。そんな春さんなんですが、実は私ですね、はい、デビュー当時アイドル育成番組のコーナー MC を担当させていただいておりまして、そこで春さんと共演させていただいてるんですよ。そんな時がありましたよね。そうなんです。私もね、まだ新人だったのであわあわしてたんですけれども、はい、とてもね、貴重な経験をさせていただいたなと、はい、思っております。いや、じゃあものすごい久しぶりにお会いしたってことですよね。そうですね、はい、もう 7,8 年ぐらいぶりにお会いさせていただきました。またお仕事させていただくなんてね。ありがたいことです。本当に、はい、春さんにも大活躍されてますけれども、はい、今まで一番印象に残ってらっしゃるアーティストさんのエピソードなんかって教えていただけますか。そうですね、まあ長くやってたっていうのもありますけども、約10年ぐらいやってましたから、浜崎あゆみさんですよね、やっぱりね。はい、いや、もうちょうど高校生の時だったので、はい、もうずっと聞いてました、はいはい、ありがとうございます。もう毎日でカラオケでも歌ったりとかっていう。ありがとうございます。カラオケ面白かったでしょ。なんていうんですか、こういろいろ、いろいろなバージョンがあるんですよね。で、我々がやったやつだけなぜか春ズミックスバージョンっていうのがありまして、いまだにカラオケの中でも、はい、皆さんによく歌っていただいてるみたいなんですけど。すごいですね。そうなんですよ、通常バージョンと春ズミックスっていうバージョンがあるんですよ。もうぜひ歌いたい方は一度ね、カラオケボックスで探してみて、私も探してみます、はい、気になりますね。気になります。そうなんです、はい、なんかその、うん、浜崎あゆみさんって、はい、まあ、どういった方なんですか。あゆはですね、はい、とにかく、はい、なんて言っていいんだろう、ほぼセルフプロデュースができる方なんですよね。うん、だから実際、まあ、例えば、まあ、彼女と一緒に仕事していて、だいたい彼女の中にはどういうものを欲してるかっていうのがもう自分の中にもうあるんですよね。
でそこに近づけていくのと、それからその彼女が、あ、これ以上、あの、私が思ってる以上のことをしてほしいっていう風な言い方をいつもしてくるんで、あ、まあ、そこがやっぱやってて面白いところでしたよね。はい、ただ言われたことをやるとかではなくて、やっぱそれ以上のなんか返しがをしなきゃいけないので、大変なところでもありましたけども、やっぱクリエイティブなものとしてはすごく一番楽しかった、そんな感じします。それをずっと何曲もたくさん作られてきたんですね。はい、そうですね、おかげさまで相当な数やりましたね。はい、覚えてないですもん。あ、そうなんですね。うん、あの、先ほどプロフィールをね読んでいただきましたけど、はい、僕より詳しいです。そうなんですか。あれそうだっけみたいなところがいっぱいあって、あ、そうなんだ、あ、でもきっとそっちの方が正しいんだろうなって、僕の記憶よりも。それだけ分忙しく大活躍されてたんですね。そうです、その当時やっぱ忙しかったですね。はい、春さん、その作曲も編曲もされていらっしゃると思うんですけど、うん、はい、作曲とこの編曲の違いって、はい、どういうことなんですか。まあ、作曲の場合っていうのは、まあ、我々からすると、こういっちゃなんだけど、さほどの違いはないんですね。はい、というのは何でかっていうと、まあ、曲を作っていくじゃないですか。はい、作っていく段階からもう編曲もやりながら作ってるんで、同時進行なんですか。同時進行なんです。はい。ただ編曲っていうのはもともと曲があって、はい、それをもっと良くするっていう作業で、まあ、昔で言うと、我々は音の錬金術師って言われてまして。かっこいいですね。うん、あ、そうなんですよ。だから本当に変な話、原石っていうのをダイヤモンドに見せるのが僕らの仕事だった。じゃあ編曲次第でさまざまなパターンが出来上がると。そうですね、編曲次第で本当に変な話、まあ、生かすも殺すもその曲をみたいなこともできてしまうと。それが編曲なんですね。で、作曲はやっぱりその元の曲ですよねを作るところが、まあ、作曲家さんっていうのは大体そうなんですけど、でも現在はやっぱりコンピューターがすごく良くなってますので、今そうですね、作曲家さんでもやっぱり同じようにやりながら、もう ほぼアレンジもしながらやってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。そう思います。はい、いや、私もね、いろいろな曲聴かせていただきましたけれども、はい、やはりね、ご自身でもご活躍、まあ、ユニットを組んでこうね、はい、曲を作られてますし、はい、でさらに提供もされてると思うんですけれども、ね、はい、何かこう作り方の違いとか思い入れの違いとかってありますか。自分たちで出してる頃っていうのは比較的やっぱり当時春サウンドっていう風に言われた時期があったんですけど、うちがやったものとかっていうのを、でそこで言うと、まあ、アユの仕事とかもほぼ同時期だったので、はい、そんなに違いはなかったんですよ。なんかボーカルが変わっただけみたいな感じだったんです。どっちかというと、はい、だったんで、我々的なところで言うとさほどの違いはなかったんですけど、やっぱり外からの仕事っていうのかな、まあ、例えばジャニーズさんだったりとか、そういう方たちとお仕事をするときはやっぱりちょっと根本から少しやっぱ変えていかなきゃいけないというか、歌い手さんのキャラクターのことまで考えてやらなきゃいけないので、そこのやっぱ違いありますよね。なるほど、確かに。やっぱり当時アユの僕らがやってるサウンド形態とか、僕ら自身が持ってるサウンド形態がほとんど一緒だったので、さほどそこは変わりがなかったんですよね。そうなんですね。ただやっぱり他のところの方とやるときは、あちらのこう歌い方とかそういうところまで考えながらやらなきゃいけないんで、きめ細やかな。そうですね、はい、逆に言ったらそうですね、ジャズなんか本当は知らないんですけど、でもジャズっぽいのやってって言われたらやるじゃないですか。でもジャズなんかできないわけですよ。だから、はい、って考えて、
我々当時あの嘘ジャズって言ってましたけど何ですか？いや なんかこうジャズっぽく聞こえるようにしといて、でもあのジャズの人から言わせると絶対いやこんなジャズじゃねえよって絶対言われるんですけど、でもジャズ知らないからあのもう嘘ジャズやって、でそれにちょっとプラスしてあのまあだってよりかっこよかったら大丈夫でしょみたいな感じで、そんなやり方してましたよ。新しいジャンルができ上がったそうですね、いやなかなかこんな裏側と言いますか、はい、ね、作り方なんて ね全くちょっと聞くイメージ変わりますよね。そうですね、音楽イメージが。そうですね、いやそうなんですね。いやもっとねいろいろ聞きたいなと思ったんですけども、はいはい、早速ですねあのこのコーナーのこの弓的ゴールデンレシピの話題にですね、はいはい、お話の方少し戻らせていただきたいと思います、はいはい、まずはですねこのゴールデンレシピあのゲストの方に弓さんから10個の質問をさせていただいて、その回答に基づきまして4つのオリジナルメニューをご提案いただきます、はい、ではまずですね弓さんの方から今回のゲスト春さんのアンケートの回答についてお話しいただけますか。春さんに事前にですね生年月日そして出身地食材の好き嫌いなどいくつかの質問をさせていただきました、はい、まあ、好きな食べ物はお寿司ということですね。そうですね、意外とやっぱ生もの好きですね。うん、そしてね嫌いな食べ物なしと。ないです、基本的にないです。素敵ですね、はい、そしてサラダにドレッシングをかける量が普通の量と、はい、そして普段の自炊回数週に3回から4回でおつまみを中心に作るということでしたね。そうですね、やっぱりおつまみが多いですね。じゃあお酒も好きですか、はい、そうですね、そうですね、お酒がやっぱり好きなんでね、どうしてもそうなっちゃうんですよね。そうなんですね。それではその中からどんなオリジナルメニュー出来上がったんでしょうか。今回おつまみをよく作るということだったので、はい、大根ステーキ照り焼きソース、はい、付け合わせにも万能な長ネギのナムル、お食が進む一品鶏と大根のバターカレー炒め、はい、揚げ出し大根きのこあんかけの4種類を作成いたしました。ありがとうございます、はい、これ今回大根のメニューがちょっと多いと思うんですけれども、はい、まあ、頻繁にねお料理をされるということだったのでやっぱり1本買って使い回しができる方がいいかなと思ったことと、あとはあの大根って消化促進や免疫力高めてくれる効果があると言われていますので、こちらのメニューを提案させていただきました。ありがとうございます、はい、ではですね、春さん、この中でどのメニューについてゴールデンレシピお入りようでしたか。あのね、はい、あれ今回ちょっと面白いなと思ったのが、バターカレー炒め鶏と大根、はい、非常に興味ありましたね、はい、ありがとうございます。じゃあこちら、はい、鶏と大根のバターカレー炒め、はい、こちらで作らせていただきます。はい、ちなみにですけれども、はい、具材はゴロゴロと小ぶりとどちらがお好きでしょうか。あ、そうですね、僕はね小ぶりの方が好きですね。あ、そうなんですね。なんかね変な話なんですけど、ちょこっとずつつまんでいくもんですから あんまりゴロゴロしてるとそれだけでお腹いっぱいになっちゃってっていう。そうですね、飲みながらちょっとずつっていうのがいいんですね。本当にもう変な話、あ、こんなとこで言っていいのかどうかわからないんですけど、あの居酒屋さんとか行くじゃないですか、はい、必ず頼むのがあのバターコーン炒め、うん、あるじゃないですか、はい、あれ一粒ずつ食べていくんですよ。おあの箸で つまんでちょっとその姿を遠目から見てみたい。そうですね、昔からなんかちょっとそういうところがありまして、はい、なのでちょっとなんか料理名出してしまいましたけども小ぶりの方が嬉しいです。わかりました、はい、では説明させていただきます、はい、春さんのために青木由美が考案したオリジナルメニューの一品、鶏と大根のバターカレー炒め、その作り方です、はい、まず鶏もも肉、大根、バター、塩、カレー粉、コンソメ、ケチャップと中濃ソース、ニンニクをご準備していただきます、はい、まず大根は6等分にしてだいたい1センチ幅ぐらいに切っていきます、はい、次にボウルに入れてふわっとラップをしてもらって電子レンジで2分加熱していただきます、はい、次に鶏肉は一口大に切るか、またはあの唐揚げ用でカットされているものを購入していただくと楽ちんですね。そしてニンニクはみじん切りにするか、またはチューブのものをご用意していただきます、うんうんうん、まずはフライパンに
ニンニクとバターを入れて弱火にかけて、香りが出たら鶏肉を入れて炒めていきます、はい、そして表面の鶏肉のね、表面の色が変わったら、はい、カレー粉を入れて炒めていきます。そして大根、ケチャップ、中濃ソース、コンソメ、塩を入れて炒めていきます、はい、最後鶏に火が入ったら完成です。あ、意外と早いんですね。そうなんです、炒めていく、すごい、次々入れていくだけで出来上がっていきます。で、実はですね、はい、やはりこれね、定食のスタイルのパターンも用意したんですね。はい、うん、今回は、まあ、お酒がお好きということだったので、うん、まあ、おつまみ4種類という形でしたけれども、定食にするときには生姜と卵のスープと、まあ、これおつまみのうち 1,2 品ぐらいを、はい、まあ、つければ定食になっていきますので、そうです、確かにそうですね、はい、特別に今回、うんうん、生姜と卵のスープのレシピもご用意させていただきました。はるさん、素晴らしい、このゴールデンレシピ、うんうん、ね、共同でさせていただき、ありがとうございます。実はこういった形で、はい、印刷したものをご用意させていただきました。えらく豪華ですね。ありがとうございます。ぜひこちらで作っていただければと思います。いかがですか。わ、すごい、なこれなんつったの。もうこのまま作ればお料理が一品出来上がってきます。ですよね、はい、なんかよく結婚式とか呼ばれるとこういうのはありません、なんか、そうですね、なんかそんな感じに見えますね、これみたいな。あ、でも先ほどなんか鶏もも肉っておっしゃってましたけど、これなんか手羽元とかでも面白いことできるかもしれないですね。どんなお肉でも置き換えていただければ。あ、素晴らしいと思います。わ、これ作ってみよう。あ、ぜひ、はい、ありがとうございます。お願いいたします、はい、それではですね、うん、最後にはるさん、告知などございましたらお願いいたします。はいはい、まず告知の方なんですけども、はい、今月1日ですね、はい、まあ、元号も変わりまして令和になったんですけども、はい、令和一発目に、今プロデュースをやっております、はい、紅林遥か、はい、ウィズ春というユニットの、新曲を、1日の日に、はい、配信が始まりました。無事に、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もうね、なんか一発やっとかないとなみたいな、こう言語があったんで、スタートの日にそうそうそう、うん、ね、ちょっと遅れた、人に遅れ取らないようにみたいな感じで、はい、なのでそういうのをチェックしていただけると嬉しいかなと思いますね。はい、ですね、ちょっと他のメンバーの方にもね、うん、ぜひまたちょっとこうお越しいただきたいなって。あ、そうなんですよね。今日はね、はい、なんかこう横着してこう一人でこうやって出てるんですけども、はい、はい、すいません。うちやっぱりなんて仕事の性格上といいますか、はい、いろんな人間が関わっておりまして、まずユニットで、まあ、同じ春という名前でやってるんですけども、はい、まあ、昔から知ってる方たちは3人でやってた春とかご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、今は、実はですね、自分の息子と2人でやっておりまして、はい、親子でやっております。素敵ですね。はい、でそれでその紅林さんのやつをプロデュースをしてるんですけども、うん、はい、でまあ、それと同時に非常に優秀なクリエイターがいますんで、はい、チーム春っていうそういう、こうクリエイターチームを作ってるんですけども、そこの一番優秀な人間を、はい、ちょっとね、連れてきたいなみたいな、楽しみにしております。いじめない程度でお手柔らかによろしくお願いします。はい、みんなね、結構ね、あれの音楽家ってね、あれなんです、みんな小心者が多いんで、いじめないでください。ではですね、今回のゲスト、ゴールデンレシピの贈呈者は音楽プロデューサーの春さんこと梅崎俊春さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いただきました。作ってみます。以上、ユミ的ゴールデンレシピのコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。この愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜日夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もですね、お聞きいただければ嬉しいです。ユミさん、今回はいかがでしたか。いや、緊張しましたね。緊張しましたね。私もとても緊張しました。もうね、すごくでも楽しい、楽しい時間でしたね。はい、
それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。